このタコ、相手の力量を押し量る。急ぐよ。すぐに追っ手が来るだろうからね。ちょっと。なんで？どうやって出るんです？外には兵士がいっぱいいるんじゃ。あ、そこから外へ出るんだ。ふうふう。ずいぶんと狭いところからいるんだな。文句言うんじゃないよ。そこを抜けてしまえば少しは道は広くなるから、それまで我慢するんだね。へいへい。フェイトから先に行って、私がしんがりで行く。ここは町の地下に張り巡らされた地下水路だよ。地下水路ね。おい、氷張ってんぞここ。今アーリグリフ周辺は冬だからね。あんたたちも見ただろ、外は雪が降ってるんだ。氷ぐらい張っててもおかしくないさ。そうだったな。気をつけるんだね。水の中に落っこちでもしたら一発で凍傷になるよ。おっかねえ子って。行くよ。ここを抜ければ町へ出られる。どうした？いや、地面が凍りついているんだ。こりゃ慎重に歩かないと危険だな。そうだね。面白い展開になってきやがった。よし。
出てきて。やっとお日様の下に出られたぜ。長時間ジメジメしたとこにいたらカビが生えるってもんだ。説明の続きをお願いします。技術が欲しい、協力しろと言いますが、具体的に何をさせようと言うんですか。説明はするよ。だけど拒否はさせないから。それは分かりません。僕はやりたくないことはやりません。それに僕たちにだってできることとできないことがあるんですから。技術協力の要請という話はしたと思う。ですからその具体的な内容が知りたいんです。それなら牢の中で返事をする前に確認するべきじゃないのか。あんたたちはすでに協力すると、たとえその場しのぎだったとしても言ってる。それを条件に牢から出したんだから、そっちに拒否権はないはずだ。それは契約違反ってやつだと思うけど。元から正当な契約じゃないと思うがな。正か死かの二択なんてな、あれは脅しっていう類のやつだろ。協力しないと。俺はそうは言ってねえぞ。え？なあ、手伝ってやろうぜ。何言うんだよ。未開惑星保護条約はどうするんだ。今更って気もするかな、この場合。それはそうかもしれないけど。あのさ、相談はいいけど、後にしないかい。まだここは安全圏じゃないんだ。のんびり雑談してられる状況じゃない。また牢屋に逆戻りしたいというのなら、別に構わないけどね。そりゃごめんだ。なら今は黙ってついてきて、具体的な要請内容に関しては、町を出たら必ずするから。町の外に私の部下が馬車を用意して、出口は東だ。急ぐよ。待たせたね。ネル様。準備はできています。今すぐにでも出発できますよ。ご苦労だったね、大ネイル。いいえ、ご無事で何よりです。ネル様、この方々ですか。そうさ、想像通り、グリーテンの技術者だった。やはり、そうでしたか。やったー、これで完成しますね。ああ、そうだね。だけど、今はのんびりと話をしている場合じゃない。急いで出発するよ。すぐに追っ手が来る。疾風でも出てきたら厄介だろう。ほら、急ぎな。馬車に乗って、すぐに出発するよ。
なあ、この可愛い子ちゃんたちの紹介はしてくんねえのか。この子は体内部、御社席にいるのがファリン。私の直属の部下だよ。アーリグリフに潜伏しての情報収集が主な任務。あんたたちのことを報告してきたのが彼女たちなのさ。へえ。文句はねえんだが、女ばっかりなんだな。それは私たちの国の特徴だね。シーハーツはアペリス教の聖女が統治する国だからさ。アーリグリフに比べて働く女性が多いんだよ。アペリス教？不信アペリスを信奉する教えです。私たちの国シーハーツはアペリス教の聖女でもある女王陛下によって統治されています。宗教国家か。なるほどな。巫女さんがいっぱいいるって感じなのか。そいつは行くのが楽しみになってきたぜ。ところでネルさん、さっきの質問の答えそろそろ聞かせてもらえませんか。そうだね。だけどその前に私も一つ聞いていいかい。何です？あんたたちは本当にグリーテンの技術者なのかい。え、あの。おいおい、今さら疑おうってのか。そうじゃないよ。そうじゃないけどさ、あんたたちが特殊な技術と知識を持っているのは今までの会話の端々から理解できる。だからグリーテンの技術者ってのは多分本当なんだと思うよ。だけど何かが少し引っかかってるんだ。非常事態になっても慌てない度胸、立ち振る舞い、そして一階の一般人とは思えない戦闘力。とてもただの技術者とは思えないじゃないか。疑問に思っても不思議じゃないと思うけどね。違うかい？それは…ま、そりゃそうだな。だが、それに関しては信用してもらうしかねえ。だいたい俺たちがお前に嘘をついて何の得がある。アーリー・グリフのスパイだってのが？それこそ面白い冗談だぜ。ま、それはそうなんだけどさ。信用できねえか？いや、信用するよ。まあどっちにしろ、あんたたちを連れてこいと陛下に命じられてるんだ。連れて行かないわけにはいかないのさ。で、ネルさん、最初の質問の答えを聞かせてください。そうだったね。あんたたちはこの辺りの世情に疎いようだから、具体的な話は今の私たちの状況を交えながら説明するよ。お願いします。体内部、地図出して。はい。ここがさっきまでいた町、アーリグリフさん。この線より西側が軍事国家アーリグリフ、東側が私たちの国シーハーツになってる。ここまではいいかい？前にも話した通り、私たちの国シーハーツとここアーリグリフは今現在戦争状態にある。アーリグリフは力を信奉する武勲の国。それに対し私たちシーハーツはアペリス教を信仰する国。数年前までシーハーツとアーリグリフは友好関係にあったんだ。だけど奴らはある日突然シーハーツ領内に侵攻してきた。かねてから侵攻のタイミングを見計らっていたのでしょう。アーリグリフは山脈に国土を囲まれた極寒の地。冬ともなれば食料を確保することも厳しい土地です。我らシーハーツのアペリスの恵みあふれる肥沃な大地を狙っていたと思われます。侵略戦争というわけか。そういうことだね。奴らは武力に物を言わせて力押しで攻めてきた。私たちも抵抗したけど、いかんせん物量が違いすぎた。結果的に何とか押し返せたものの、戦場となった国境の村アリアスはボロボロにされてしまったんだ。ただ私たちも一方的にやられてるわけではないよ。物量ではかなわないけど、私たちには施術があるからね。施術？アペリス教に伝わる秘術さ。体に特殊な文字を刻むことにより、通常では起こりえない現象を発生させることができる技術。それを私たちは施術と呼んでいる。鉄格子を破壊したやつもそれか？そうだよ。入れ墨みたいな特殊な文字。
同じようなものをどこかで見たことがある気が。おい、これは紋章術じゃねえのか。紋章術？そうか、紋章術と同じなんだ。だろ？紋章術ってのは何だい？いや、こっちの話だ。続けてくれ。でも、そんなすごい技術があるのならアーリグリフにだって。ただね、施術を使えるものは限られているのさ。事実、アーリグリフに対抗するためには人数が圧倒的に足りない。そこで私たちは施術を利用した兵器を開発することにしたんだよ。施術によって生み出した特殊なエネルギーを蓄え、人工的な兵器のエネルギー源として使用するものさ。技術者はそのエネルギーを栄力と命名していたけどね。栄力？そう、稲妻に似た力さ。まだいくつかの問題点があって完全な実用化には至ってないんだけどね。稲妻に似た力。そんな折、体内部たちからあんたたちの話が報告されてきたのさ。街中で入手した物体の破片とともにね。それを国の研究者に届けたらすごく興味を示したね。破片には自分たちには理解できない技術が使われている。兵器開発に彼らの協力を得られればとか言い出したんだよ。それで私の出番というわけさ。つまり栄力を利用した兵器開発に手を貸せと。ご明察。その通りさ。おい、その技術をちょっと応用すれば通信機が作れねえか。無線式のタイプなら作れるかもね。栄力っていうのがよくわからないけど、おそらく電気だと思う。なら通信機の出力って電気次第だからなんとかなるかもしれない。だけどネルさん、僕はお断りします。協力はできません。拒否は認めないと言ったはずだよ。兵器を作るということは、それによって多くの人が死ぬということでしょう。そんなもの僕は作りたくない。それに僕にはのんびりしている時間がないんだ。あんたの事情は理解しているつもりだよ。お父さんを助けるために急ぎたいってんだろ。ええ。でもそれはあんたの事情であって私たちには関係ない話だね。それはそうですが、今この国は戦争状態にある。兵器のあるなしに関係なく人は死ぬ。アーリグリフ人もシーハーツ人もね。結局この戦争を早く終わらせることが結果的に死者を減らすことにつながるんだ。そしてそのためには新兵器を一刻も早く完成させる必要がある。まるで誰かさんの星のどっかの国が昔言ってたようなセリフだな。だからといって僕が兵器を作る理由にはならないでしょう。約束をたがえるというのかい？あれは脅しじゃないですか。脅しで結構。ローでも言ったけど、協力を拒むんだったらあんたたちを生かしてはおけない。別にあんたに恨みはないけど、任務に私情は挟まない。それが私の仕事なんだ。言われなくても分かってるだろうけど、死んだらお父さんを助けることなどできないよ。それは仮にもし私たちがあんたたちを諦めたとして、アーリグリフはどうかね。彼らの言うことも聞かない。当然じゃないですか。奴らの本気の拷問を受けても同じセリフが吐けるのかね。ええ、もう経験済みですよ。ご心配なく。ほう、大した自信だね。まあそう目くじら立てんなよ。お前もだ。もう少し落ち着け。だってさ。だってもクソもね。焦ったとこでいいことなんて何にもねえぜ。私たちに選択の余地はないんだ。正直このままではアーリグリフとの戦いは厳しいものになる。認めたくはないけど、それが現実なのさ。でも今開発中の新兵器が完成しさえすれば、十分にその状況を打開することができるんだ。利用できるものは何でも利用する。意に染まないものを力ずくで従わせることも厭わない。それがアピリス教の教えですか？違うね。不信アピリスはもちろん、我が女王陛下もそのようなことは望んでいない。でもそれをしなければ国が滅ぶ。ならばそれともあんたは私たちにおとなしく殺されろというのかい？
そういうわけじゃない。あんたの言ってることはそういうことさ。それはあなたたちの理屈じゃ。どうした、ファリン。夫です。多分疾風だと思うんですけど。追いつかれたってのかい。もう少しでカルサーに着くってのに。どうする、やるか。ネル様。なんで、タイネーヌ。ネル様たちは降りて岩陰に隠れてやり過ごしてください。私たちが奴らを引きつけます。そんな、危険ですよ。大丈夫です。私たちなら平気ですよ。なんとか振り切りますから。でも頼んだ、タイネーヌ、ファリン。行くよ、あんたたち。無茶ですよ、タイネーヌさんたちだけでなんて。あなた方、ここで失うわけにはいかないんです。私たち平気ですから。人数が減った方が速度も出ますし。大丈夫、逃げ切ってみせます。だから早く。うだうだ言ってる暇なさそうだ。行くぞ。でもさ、フェイトさん、ネル様を頼みます。皆さんもご無事で。はい、なんとかやってみます。アペリスのご加護がありますように。アペリスのご加護がありますように。やっぱり出てきたね、疾風め。奴らがいかにあんたたちを重要視してるか分かるってもんさ。あれが疾風か。そうさ、アーリグリフの誇る三軍の一つ、疾風。エアドラゴンを狩る竜騎手団で、厄介な奴らさ。行くよ、奴らをタイネーヌたちが引きつけてくれている間に、カルサーを抜けて C 発量に入る。ちょっと待ってください。僕はまだ協力するなんて言ってないですよ。それに、タイネーヌさんたちを放っておいていいんですか。こんな竜騎士たちに追いかけられたら逃げ切れるかどうか。ああ、捕まる可能性は非常に高いだろうね。でも、それは仕方がないことさ。え？それが彼女たちの任務。彼女たちの覚悟の上で。もし私だって仲間の足手まといになるようなことがあれば、遠慮なく切り捨てて行かれるだろうさ。私たちの仕事ってのはそういうものなんだ。任務って、あなたは。おい、フェイト、頑張れ。だってさ、協力するしないはお前に任せるがな。少なくともこんなところで議論するのはやめてくれ。まずはもう少し安全な場所まで移動しようぜ。Cハーツ寮まで行けば少しは安全なんだろう。ああ、それは保証する。だそうだ。だったらそこまで行ってから白黒つけりゃいい。違うな。だけど、タイネーヌたちの頑張りを無駄にするつもりか。目的はどうあれ、少なくともあいつらはここで俺たちを死なせないために命を張ってんだぞ。分かった。もう少し歯応えがあった方が面白い。
冗談じゃねえぞ、おい。はっ、任せろ。はっ、任せろ。ファイヤーボルト。はっ、任せろ。楽しかったよ。どうしたんだい？頭が…なんだよ。本当に大丈夫かい？いや、ちょっとめまいがしただけだから。もう少しで軽沢に着く。それまで頑張れるかい？なんだったら彼に背負ってもらったら。大丈夫ですよ。バカにしないでください。ならいいけどさ。ここがカルサーだよ。この町を抜けさえすれば C 発流に入れる。大丈夫かい？平気ですよ。無理すんじゃねえぞ、岩なんだからな。お前は前までバカにして大丈夫って言ってるだろ。大丈夫そうに見えねえから言ってんだろうが。本当ならこのまま町を抜けたいところだけど、仕方ないね。今日は宿に泊まることにしようか。追っては平気か？体内部たちがおとりになってくれているから大丈夫だと思う。楽観はできないけどね。ただ体調の悪い者に無理をさせて後で苦労するよりはマシだと思うからさ。そりゃそうだ。都合のいいことに宿はすぐそこにあるしね。すぐそこの馬車のある建物に行こうか。少し出てくる。どこへ行くんだ？周囲の様子を見てくるだけさ。何？すぐ戻ってくる。なるほどな。でも俺たちだけにしていいのか？逃げ出しちまうかもしんないぜ。それは平気さ。あんたたちは勝手に逃げ出さない。信用してる。そう言われると逃げ出せねえじゃねえか。ただ出歩くのは構わないけど町の外には出ないようにね。それと目立つ行動は取らないこと。まだここはアーリグリフ領内なんだからね。どこに敵が潜んでるか分かんないんだ。了解。分かりました。行ってくるよ。お前はどうする？お前こそどうするんだよ。目立つなってことは俺には出歩くなってのと同義だからな。つまんねえがここでおとなしくしてるぜ。僕はその辺を気晴らしに少し歩いてくるよ。ああ、でも気をつけろよ。あいつも言ってたがここはまだ敵国なんだ。ああ、分かってる。